右胸に特別防衛功労省を着用した航空自衛官功労省は功労ある個人を検証するために官公庁等が定める表彰記章の一つ。政府が発行する功労省は日本国政府が行う表彰の内将軍局以外の官庁が将軍局所管の法令によらず各官庁の設置法をび省、朝礼を法的根拠として行う表彰に際して 個人に贈られる希少である。勲章のように表彰されたことを示すために、制服等に着用することができる。ただし、各官庁が運用する点が、将軍局の取り扱いとなる勲章等、第一条に規定されるものとは異なる。その他、地方公共団体あるいは、公益法人等の団体が、特定の分野において功労ある人物を、 検証するために授与する酒省の中にも、厚労省の名が付くものがある。国が運用する厚労省としては、内閣総理大臣から授与される特別防衛厚労省及び防衛大臣が授与する一内市三級防衛厚労賞、厚生労働大臣が民生委員や児童委員として厚労あるものに授与する民生委員、児童委員厚労省警察庁長官が厚労ある。 警察職員に授与する、警察厚労省、消防庁長官が功労ある、消防理院、消防団員、消防庁職員に授与する、消防庁長官表彰厚労省などがある。市町村が市町村制あるあるいは、地域自治に功労ある市民に授与、贈呈する、市政厚労省などのほか、財団法人日本消防協会や、各都道府県消防協会、市町村、 消防団が授与する厚労省などがある。また、一部自治体では、消防団員家族に対する内助厚労省などがある。防衛省自衛隊の所管法人である、公益社団法人隊とも会では会員を対象とした厚労省を制定している。ヨーロッパにおける勲章、法章、気章の種別は、日本のそれとは一致しない。例えば日本の勲章に相当するものは、ヨーロッパでは、 オーダー、日本の宝章や気象に相当するものは、ヨーロッパではデコレーションと対別できるが、国によってはデコレーションの一部も日本の勲章に相当するものとして扱う場合がある。そのためこれらを長期する際には、オーダーは騎士団勲章とし、デコレーションは勲章に相当するものは功労勲章、そうでないものは功労章などと分別して訳出することもある。 ドイツでは、オーダーの中にも障害における業績を総括評価したものとは別に、特定の分野における功労に対して贈られるバーリンク団があり、これが場合によって、功労勲章、または功労章と訳出されることがある。例えば、が、契約となっている。在日フランス大使館のサイトが、と訳出している。公益社団法人体と向かいウェブサイト、会員機章と、 タイトも厚労省等のご案内参照。国家厚労勲章在日フランス大使館ウェブサイト、教育功労省在日フランス大使館ウェブサイト、農事厚労省在日フランス大使館ウェブサイト、青少年スポーツ厚労省在日フランス大使館ウェブサイト。ありがとうございます。